どうも、シュータです。さあ、今回はですね、人選解説ということで、あの監督の人選解説やっていきたいと思います。それがこちらの監督ですね。はい、エドアルド・ドミンゲス監督ですね。まあ、まずこの監督の詳細見ていきましょうか。まあ、この監督は3223の疑似 3CF の監督ということで、2CF1ST の監督ですね。で、まあ、オフェンシブ戦術、ディフェンシブ戦術ともに数値は変わらないので、まあ、オフェンシブ戦術だけ紹介していきますけれども、カウンターロングパス中央フォーメーション重視で、サポート距離が5、リトリートサイドアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが3、コンパクトネスが8となってますね。まあ、裏数値戦術ともにすごくいい監督で、なおかつ疑似 3CF ということで、まあ、かなり疑似 3CF の中ではトップクラスに強くなってくる監督なんじゃないかなと個人的には思ってますし、まあ、最近エレート上げこの監督でしかやってないですね。もうめちゃくちゃ使いやすいです。まあ、サポート距離が5しかないので、まあ、選手間の距離、攻撃時の選手間の距離がそこまで遠いわけじゃないんですね。そこがね程よくてすごくやりやすいんですね。で、まあ、なおかつラインもそこそこ低くてコンパクトネスも高いので、もう守りやすさもしっかりありますね。で、まあ今回人選解説していくんですけれども、まあパッと目につくだけでね、まあちょっとだけチェレフチェンコとかと違うポイントはあるので、まあその辺ちょっと解説していこうかなと思います。まあアイコニックありとアイコニックなしを紹介していって、で最後にですね、試合も1試合だけやっていきますので、よかったら最後まで見ていってください。では、まあ早速人選解説に入りましょうか。まずゴールキーパーですね。ゴールキーパーに関しては、まあクルトワが B なら通常でも正直クルトワ使いますね。まあとにかくここは守備的ゴールキーパーがいいかな。まあラインが低くてそこまで裏取られる監督ではないと思うので、まあ攻撃的ゴールキーパーにその裏ケアですね、前に飛び出して裏ケアしてもらうよりも、まあこのゴール前にしっかりいてくれて、セービングにね徹してくれるゴールキーパーを選んだ方がいいんじゃないかなと思って、まあ守備的にしてます。で、まあセンターバックに関しては本当にご自分の好きなセンターバックでいいと思います。まあそのプレースタイルも僕はそんなに気にしてないんですけれども、まあビルドアップ3枚はやめた方がいいかなと思いますけれども、まあ1枚とか2枚なら全然大丈夫かなと思いますし、まあとにかく使用感のいい、そしてライブアップでを考慮しながら考えていったらいいのかなと思います。では、まあ中盤ですね、ビエラとシャビアロンソということで、まあここは正直チェレフチェンコとあんまり変わらないポイントかな。まあビエラをハードプレスの方を採用している理由に関しては、まあ数値としては、B2B の、こっちのビエラの方がいいんですけれども、まあ、B2B ここに置くと、まああんまり好きじゃないですよね。まあ先に言っちゃうと、アイコニックなしはここに B2B 置いちゃってるんですけれども、まあそこまで置きたくないという時に、まあ守備を重視してほしいので、まあここにハードプレスのビエラを置いてますね。まあ DMF にするか CMF にするかっていうのはもう本当になんかこう感覚的な部分なので、まあそこはご自分で選べばいいと思うんですが、まあ次 DMF プレーメーカーでシャビアロンソですね。まあやっぱりプレーメーカーっていうのはすごい攻撃を組み立てやすくなって、しかもこの選手はまあボールキープとかもまあそこそこあって、あんまり失うこともないし、まあパスもしっかりできるしみたいな感じで、まあ展開力に長けた選手かなと思いますね。まあこのサイドに散らす部分であったりっていうのを期待して、僕はここにシャビアロンソを置いてます。で、まあサイドの CMF ですね。まあチェレフチェンコの時はネドベドとロブソンを置いてたと思うんですけれども、まあ今回ちょっと守備的な選手を最近置くようにしてます。まあその理由なんですけれども、まず左はエレーラですね。で、それから右にカマビンガということで、まあ2人ともアンカーの選手で、まあアンカーで使うのは正直ちょっと嫌なんで、まあこのサイドの CMF にしてるんですけれども、まあここでじゃあチェレフチェンコとの違いをねちょっとだけ話していこうと思うんですけれども、まあこのドミンゲス監督っていうのは、まあ良くも悪くも疑似 3CF この3枚で攻撃が完結してしまう部分が多いんですね。まあつまりはここのサイドの CMF が、まあロブソンとかネドベドとか、まあ、結構攻撃的な選手を置いててもあんまり上がってきてくれないということで、まあ、結構このサイドを張って上がってくれることはあるんですけど、まあ、ゴールに直結する、まあ、この選手がゴールを決めるっていうシーンが著しくないかなとチェレフチェンコに比べて思うので、まあ、それならもうちょっとこう守備的な選手をここに置いて、リトニートの監督ではあるんですけれども、まあ、前からもしっかりなんかこう相手のビルドアップをもうパッて奪って、そこから疑似 3CF に渡していくみたいな感じを取りたいなと思ったので、まあ、ワンタッチパス、それからスルーパスを持ってる、まあ、この守備の強いこの2人を置きましたね。まあ、エレーラに関しては身長184センチで、まあ、パスしっかりできて、スピシュもぼちぼちあって、フィジカルしっかりやって、守備能力もあると。で、まあ、スタミナもあって、逆足44。で、まあ、ワンパスルパス、それからインターセプトも持ってると。で、まあ、カマビンガも同じような感じですよね。身長182センチで、パスしっかりできて、スピシュンがあって、フィジカル面があって、スタミナもあって、守備能力もあると。で、まあ、ワンパスルパ、インターセプトも持ってるということで、まあ、かなりこの二人は、技術 3CF を活かしていく上では結構いい選手なのかなと思うので、まあ、僕的には結構お勧めしたいですね。まあ、でも攻撃的な選手を置いても全然いいとは思うんですけれども、まあ、僕は守備重視で、この二人にしてます。で、まあ、技術 3CF3 枚ですね。まず真ん中 ST にラッシュフォードで、左にフォルラン、右にルンメニゲということで、まあ、ルンメニゲとラッシュフォードの位置は逆でもいいかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱりこの真ん中 ST の部分ですね、ここに関しては結構身長のあるラインブレーカーを置きたいなと個人的には思ってて、まあ、ラッシュフォード、それからトーレスとか、まあ、ラインブレーカーじゃなかったらジェラードとかもいいとは思うんですけれども、とにかく身長があってスピードがあっ
て、ドリブル、それからパス、もう何でもできるような選手を置きたいかなと思ってます。もう全てが高水準みたいな感じで、どこも尖ってる能力がない感じの選手を置きたいですね。でまあ最前線もラインブレーカーということで、まあちょっとこちらの画像を見ていただきたいんですけれども、まあレーダーの部分ですね、レーダーの3枚の部分、前線3枚の部分見ていただいたら分かる通り、めちゃくちゃね距離感がいいんですよね。結構3枚が並んでる感じで、やっぱりここはサポート距離の低さが結構効いてきてるのかなと思うんですけれども、もう本当にねこの3枚の距離感でもう3枚だけでね崩していけるので、もう本当にサイの CMF とか別に上がってこなくてもいいかなっていう感じなんですよね。まあうまく絡ませていくことはもちろん大事だとは思うんですけれども、まあやっぱりあの距離感っていうのがすごくいいので、でまあここ最前線3枚を並ばすためにも、やっぱラインブレーカー3枚が一番いいんじゃないかなと思って、僕はこの形を取ってます。まあ最前線2人に関しては、まあ自分が使用感のいい、まあケインとか、それかベンゼマとかの何でもいいので、まあとりあえずラインブレーカー、好きなラインブレーカーを置いとけばいいのかなと思います。でベンチはこんな感じとなっておりますね。まあキーン、それからマルシャル、インザーギ、ハーランドをまあスーパーサブ枠に置いてますね。まあ真ん中で使うならマルシャルかハーランドかなっていう感じはしますね。でもハーランドちょっとパスとかドリブルがしにくいんで、まあマルシャルが一番ハマってるかなっていう感じもするんですけれども、まあキーン、それからインザーギを最前線に持っていくっていう感じですね。でまあネドベドに関しては、まあサイドの CMF2 人がまあライブアップで C なんでっていう部分にネドベドを使ってます。でまああとはセンターバックの控えにクロスターマンとマガリアンイスを置いてるっていう感じですね。まあ大体こんな感じで選んでます。じゃあ次はねアイコニックなしで見ていきましょう。まあそっちの方が分かりやすいと思います。まあ、アイコニックなしで組んでみたらこんな感じになるかなと思います。まあ、中盤はそこまで変わらない感じで、プレーメーカーのファビアン・ルイスを置いて、まあ、B2B ではあるんですけれどもゴレツカを置いてっていう感じですね。まあ、ディフェンスラインもそんなに変わらないですし、まあ、最前線、結構好きなラインブレーカーを全員入れてるっていう感じですね。でまあスーパーサブにはこんな感じの選手を入れて、でまあデパウルはまあ中盤どこやらしてもいいかなっていう感じで、まあ、中盤の控えとして置いてますね。はい、ではここでですね人選解説の方は終わっていきたいと思うんですが、まあ、先ほども解説させていただいた通り、この監督の攻撃の仕方ですねっていうのはもう本当に技術 3GF3 枚でもうすごく距離感が良くて、この3枚並んだ感じになってくれるので、3ラインブレーカーにしたらもうとにかくその3枚でなんとか崩していくっていう感じですね。まあゴリ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 3枚で崩していくだけでいけると思うので、まあサイドの CMF とか中盤はあんまり攻撃に絡ませなくてもいいとは思ってます。まあ試合をね見ていった方が分かりやすいと思うので、早速1試合だけやっていきましょう。さあマッチングしましたということで、あーちょっとエレーラが不調ですけれども、まあエレーラちょっと使っていきたいんで、まあちょっとマガリアンイス入れて、いやクロスターマンでいいかな、クロスターマン入れてルーベン真ん中持ってきて、うん、こんな感じでいきましょうかね。はい、ワイツさんのスカットはこんな感じとなっております。はい、対戦よろしくお願いいたします。そう、まあこの GG3CF の、まあ、攻撃の強みをちょっと皆さんに見ていただけたらなと思いますが、まあこう今ちょっとエレーラ使っていきましたが、まあ、サイドの CMF の使い方っていうのはもう今みたいな感じだけでいいのかなと思ってます。まあこうビルドアップに参加させる感じで、まあその最後のフィニッシュのとこまで来てもらうわけではなく、まあ、ギジ 3CF につなぐための中継役みたいな感じですかね。まあこう例えばこっちつけて、でもう一回こっち使うで、こう空いてきたところに出すみたいな、まあ、サイドの CMF はもうこれだけでいいと思います。さあちょっとラッシュフォードをこねてキープしながら、はいはい、あーちょっと危ない、ナイス、危ねえ失いかけた、いやめっちゃボール持ってるけど、はいエレラかわす、ホルラン、いやー惜しすぎる。はいカマビンが落ち着けて、まあ、やっぱ今もね見てもらったら分かる通り、サイドの CMF 結構張りっぱなしで上がってるので、いやオッケーナッシュ、なんかああいう感じであそこにとりあえずワンパスルパー持ってて、パス上手くて、まあ、インターセプトできるような選手っていうのを置いといたら、まあなんとかなるんじゃないかなと思ってます。それぐらいでいいと思います。まあ本当にこのなんていうのかな、真ん中 ST の抜け出しっていうのが素晴らしくて、まあラッシュフォードってやっぱ抜け出しが良くて、でなおかつその抜け出した後のフィジカルの強さで、なんかこうスピードとフィジカルで、なんかこうドリブルで抜き去るみたいな選手じゃないですか。だからこの真ん中 ST がすごく合ってて、僕やっぱディフェンスのセンターバックの間とかを抜け出していってくれると思うので、4バックとかだったらね、例えばセンターバック2枚いますけど、まあその 2CF のマークはセンターバック2枚が見て、でもその真ん中 ST がもうなんかもうドフリーで上がっちゃうみたいな、まあ、結構最近3バックとか5バックの人が多いんで、まあその攻撃はまああんま通用しなくなってきた感じはあるんですけど、まあでもまだまだやっぱ強いですよね、真ん中にゴリゴリの選手を置くっていうのは。まあ去年から僕も結構やってますけど、まあ強いかなと思います。でまあここ、こう当てて、はい、もうここはもうあとは3枚で崩していくみたいな感じでね、
ちょっと今ミスっちゃいましたけど、ほらもうこの距離感が抜群でしょ3枚の。はい、これルンメニゲ。いや外すか。やっぱチェレフチェンコたまに遠いなとか思う時はあったんですよ。もちろんね、初期のフォーメーションが結構近い目なんで、まあ、そこまで気になることはないんですけど、まあ、やっぱたまに遠いなって思う時があったんで、いやこのねドミンゲス監督のサポート距離5っていうのは、まあ、なかなかずるいんじゃないかなと思います。まあ、これが4バックとかでできたらもっとなんか守備も安定するんかなと思うんですけど、まあ、5バックじゃないや3バックでも安定するぐらいの、まあ、そのスカットにはしてるんで、まあ、これ真似したら、まあ、ある程度守備は安定するんじゃないかなと思ってるんですけどね。さあラッシュフォード抜け出す。はい、ここ、はい、ここ出す。いや惜しい。まあでも今のもね通ってたらもう余裕で1点だったんで、まあ、やっぱ距離感の抜群さですよね。まあ、チェレフチェンコとか、まあ、そのヘルベルトとかももちろんね攻撃はしやすかったんですけど、やっぱドミンゲス監督に変えてから、まあ、結構圧倒的な感じはしますね。さあ、まあ、運悪くちょっと失点はしちゃいましたけれども、まあ、前半は2対1で終わるかな。あ、もう1点いけるかな。いやー、今の通ってもオフサイドだったね。よし、まあ、前半は2対1と。いやー、いい感じですね。まあ、もう言うても何回も使ってるんであれですけど。まあ、最前線の距離感が近いと、まあ、正直、ルンメニゲのパス精度の低さも、まあ、別に気にならんかなっていう感じはするんで、まあ、なんかスルーパスっていうのは、まあ、もちろんスルーパスのスキルも大事なんですけど、まあ、タイミングかなと思ってて、パス出すタイミングが非常に大事かなと思ってるんで、まあ、そこさえ掴んでたら、まあ、調子がいい時っていうのはね、もうタイミングをもう全てなんかこう体感的に出せる部分であると思うので、調子が良ければもう全然ルンメニゲでもなんかもうスルーパスバンバン通っちゃいますね。はい、じゃあここ最前線つけて、はい、ここルンメニゲ一回ワンタッチパス挟んでちょっとこねながらこっち空いてきた。で、まあ、次ルンメニゲで、ここラッシュフォード。いやー惜しい。いやー来た。まあ、今みたいなラッシュフォードを挟みながら、まあ、パス交換、左右でパス交換していって最後に真ん中を使うとっていうのが僕の結構好きな攻撃なんで、まあ、それもね本当やりやすいですね、この監督は。さあ、ここはモルンメニゲ個人技の見せ所。あー惜しい。さあ、こうサイド CMF 引っ張ってきて、あ、そう、守備の時はですね3バック、チェレフチェンコもそうなんですけど、まあ、例えばじゃあ右サイドで自分たちの右サイド、まあ、相手の左サイドですねから攻められてるっていう時は、まあ、左サイドの選手ですね、自分たちの左サイドの選手、例えば今だったらエレーラ、カノビンがサイドから攻められてたら、こっちのエレーラ選手を持ってきて、なんかこう真ん中に枚数を増やすっていうのを意識したら、まあ、結構縦パスとかは通されにくくなりますね。で、まあ、縦パスもし通されたとしても、まあ、センターバックと挟むみたいな感じの形を取れるので、まあ、それも結構いいポイントかなと思ってます。さあ、こっちつける。詰まってきたらこう、真ん中の選手シャビアロンソをうまく使いながら、シャビアロンソ絡ませながら、まあ、ギーシリシェフつけて、あー惜しい。さあ、こういうとここっちで攻められたらカマビンガを真ん中に持ってくると、で、まあ、こっちになったらエレーラを真ん中に持ってくるみたいな感じの守備ですね。はい、ここつける。はい、エレーラナイスパス。はい、プレーメーカー絡ませつつ、ギーシリシェフにいち早く渡してカウンターをさしていくと。いやー惜しい。ちょっと今ルンメニゲ出したかったんやけど。さあ、85分ですね。あと1点決めたいな。いやー、スイッチ早くちょっとカットしてカウンターさせたんやけど、ちょっとカマビンが持ちつつ、カマビンが持ちつつ、ここ狙う、ナイス。さあ、もういち早くつけて、いち早くつけて、こう逆使ってマルシャル、いやーちょっと止まるかマルシャル止まるか。いや、今のは突っ切ってほしかったな。いや、さすがに終わるかな。もう試合終了と、対戦ありがとうございました。まあ、やっぱ安定に強いですね。めちゃくちゃ最近ハマってるだけはあります。めちゃくちゃ強い。はい、それでは今回ですね、ドミンゲス監督の人選解説並びに試合の方やっていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、やっぱり個人的には今一番ハマってるというか、まあ、攻撃も守備も本当にしやすいので、まあ、今一番使ってて強い、なおかつ楽しいっていう監督ですかね。まあ、僕は 1CF2ST のこの形、チェレフチェンコの形より 2CF1ST のこの形の方がすごい好きなので、まあ、ドミンゲス監督前回確かこの形だったんですよ。1CF2ST でこの形だったと思うんですけど、まあ、チェレフチェンコ持ってないなら、まあ、正直この形のまま持っといていいと思うんですけど、チェレフチェンコ持ってるならもうこっちのドミンゲスちょっと売却してみて、まあ、もう一回この 2CF1ST の形が来るのを狙ってみてもありなんじゃないかなと思います。で、よければですね、この人選解説、結構ポイント真似していただいて、まあ、組んでいただけたら僕も結構嬉しいです。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。